よーい、アクション。ボール。はい、マイナス。0点。一言目がボールだったから。すごいっすね。0点です。こっちも止まっちゃって。ちょっとびっくりしました。もう一回行きましょう。さあ、駒田さんのデートシーンまで、よーい、スタート。玉。かっこ悪い。俺が綺麗に拭いてあげる。お前のって汚れちゃよくないから。安心して。軽いやつ選んでるから恐れることない。俺はちょっと重いの選ぶけど力持ちだから全然怖くない。悩むとこじゃない。かっこいいとこ見せるからちゃんと見てて。いきます。ね。微妙な5本という結果になりました。今のところ全然かっこよくないよ。今のはわざと。ここで俺本気出す。今ダサいと思った。渡る反省。一人称渡るな。秀樹感激みたいな。渡る。この投げればいいのに。ボール。な。なんで。もうなんで間違えた。とにかく見てて。そんなもんでしょ。終了。全然ダメじゃないですか。渡る反省。片言の日本語でダッサい駒田さんのデート、上西ジャッジの採点は。今のは何点ですか。いや5点です。5点。5点。今のは確かにダサかったな。まずなんで気をつけると接続詞なくなっちゃう。大男みたいな感じ。俺思いの持つ。次は中島さんとデート。いや今日は最後に高級来るんでよかったの。結構疲れちゃうけど。そっか、今日はこの後宿泊施設で泊まるもんね。ホテルとは言えない。楽しみだな。なんかすごい豪華な晩御飯も出るらしいよ。そのためにちょっといいとこ見せちゃおうかな。あ、そうだ、俺がこれで全部倒し達成できたら、いや、この先は全部倒しが達成できたら言うよ。あ、保険かけた。すごい。うまいんだよな。ダサーみたいな。いや、これは宿泊施設行けないですよ。見た、俺の全部倒さない。全部倒さないやつね。もう一回やるから。これで俺が全部倒し達成できたら、あ、これは全部倒しが達成できたら言うよ。見て聞いて。一緒じゃないか。聞けないんだよな、それが。続きはウェブで状態。ガタ。いいから早く宿泊施設行こうよ。終了。行かねえよ。今日はこの後宿泊施設で泊まるもんね。ホテルでお泊まり。ちょっぴり大人なデートに上西ジャッジは何点をつける。まあちょっと入り込んでてかっこよかったんで、まあ7点あげます。ありがとうございます。え、甘っ。甘っ。いや、いい後輩がいたもんだな。甘っ。なんかでも英語言わないのうまいっす。そう、ちゃんとね、うまく回避したかつデートで感じが出てたから。いや、もうあんなボンミスミスって。もう最後は伊藤さんとデート。ねえ、覚えてる、二人が出会った場所はここだったよね。今日はさ、君に言いたいことがあるんだ。もし全部倒したら俺と結婚してくれ。すごい、張り込んでる。なんとも言えない。絶対倒した
だと思った今。いやだったらかっこよかったのに。絶対倒してなんで、いやいやなんで藤原さん、藤原さん今完璧だったじゃねえかよ。急に怪人になっちゃった。急に怪人になっちゃった。おかしいよ。分かったよ。怪人のまんまね。じゃあまた来年の2人の記念日にもう一回挑戦するから。長えな。OK してくれ。来年の OK? はい、言いました。普通に投げるからさ、今日は普通にデート楽しもう。おケツを掘っていくスタイル。ほっ。ああ。じゃあ次君の番。どうしてる。なんで藤原さん。ストライクが取れず怪人みたいになった伊藤さんのデートは何点？急に怪人になった。デートとしては8点です。おあ8点。じゃあよしきより1点しか高くないな。マイナスになってるから10点あげます。10点。よっしゃ。絶対倒したと思ったよ。